シデコブシは、木蓮か木蓮属の落葉症高木。別名が姫メコブシ。園芸用の苗木などが市販されていて、庭木や公園樹として見かけることがあるが、自生個体群は、純絶滅器具に指定されている。岐阜県では1995年12月に、大気環境推奨目の一つに選定され、栽培品が環境浄化や干渉用として利用されている。花は、 両性花で、花季は3から4月頃で、葉が出る前に、白の直径6から11センチメートルくらいの花を咲かせる。花皮片は9から30個くらい。雄水と雌しべは約30から50個。滴水は雄水よりも早く機能するため、自家受粉しない。自家不和合成である。花の香りは弱い。一本の木から数株に分かれて生育することがある。種子は赤色。和名は、 花の形が死でに似た拳のような花をつけることに由来する。日本の固有種であり、愛知県、岐阜県、三重県の一部に分布する、周伊勢湾要素の一種。第3期先進予の頃にできた東海湖の沿岸地帯と死で拳の分布域がほぼ低いたしている。養老山地登録の扇状地、木曽川、庄内川、流域、厚見半島などに分布し、 丘陵地域の水が染み出す湿地などに自生している。連続的に分布する東農地域以外は、ごく限られた場所に隔離分布している。同族のタムシバが、付近に生育していることがある。環境省により、レッドリストの純絶滅器具の指定を受けている。倉庫体数は1万個程度と推定されていて、湿地の開発、土地造成、ゴルフ場建設などによる減少と絶滅が危惧されている。 保全対策のために遺伝的多様性の観点から研究がなされている。以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。愛知県の尾張東部と名古屋市で木蓮との交雑種の外来種が確認されている。愛知県岡崎市では絶滅した。北半島道路の拡張工事により、北郡竹と予町の日図湿地は破壊されて、この自生地で絶滅した。 インガンジャード IUCN レッドリストでは、発生率の低さやなりきの減少に、歯止めがかかる様子が見られないことから、絶滅危惧種と評価されている。拳と、シデコぶし節との交雑種、モミジのシデコぶし節自生地以下はずの、シデコぶし自生地蓄水系のシデコぶし節自生地の多数の、花をつけた木三県三重郡小間野町の電工の、シデコぶし節の群落以下のシデコぶし節の自生地や、植物群落は、 国、県、自治体により天然記念物の指定を受けている。ありがとうございます。